本日同じ音声こちらに流しますので、使用されない方も大丈夫ですのでご安心ください。ですね、こちらの体験会ですね、昨年度に引き続いて、東京未来大学副学長子ども心理学部長で犯罪心理学者の、出口康之さんに、監修をいただいております。こちらの、教授でテレビで見たことがある方もいらっしゃるんじゃないですか。全力脱力タイムズとかによく出られてます。出口教授からですね、本体現在にご挨拶をいただいておりますのでご覧ください。皆さんこんにちは、犯罪心理学者の出口康之です。この特殊詐欺体験会にご参加いただきまして誠にありがとうございます。2023年全国の特殊詐欺被害はなんと441億円以上、前年と比べてですね70億円以上増加をします。都道府県別に見るとですね、被害っていうのは大都市圏に集中しています。その中でもですね、東京都の被害額はなんと81億円以上、前年と比べて13万億円以上増加しています。被害額はですね、依然としてダントツの全国1位でした。人はですね、なぜここまで騙されるのか、それはですね、自分の少ない経験をもとに大丈夫だとか、これは本当の話だとか、私は騙されるというふうに思い込んでしまうからなんですね。今の時代、特殊詐欺からですね、自分の財産を守る、そういう力も必要とされています。そのためにはですね、特殊詐欺を体験して特殊詐欺について知ること、そして私は騙されないという思い込みを捨てること、これが一番大切なポイントになります。それでは、体験の方を開始していきたいと思います。まずですね、特殊詐欺大きく4つの特徴を皆さんに、頭の中整理していただきたいと思います。まず1つ目はですね、主に、電話、電話は皆さんよく言うんですが、あとはメールですね、さっき長男さんもおっしゃられたように、メールですね、あとは SMS、ショートメールサービス、を犯人は使ってきます。でですね、皆さんが誰であるかっていうのは関係なくですね、数字だったりアルファベットをこう無作為に、組み合わせて、送りつけてくるのが、一つ特徴になっております。で2つ目、親族や公共機関の職員などを名乗ってきます。犯人はですね、自治体職員、銀行職員、警察官、あとはよくあるのは息子さん、娘さんですね、を名乗って皆さんを騙してきます。そして3つ目、騙すまで対面することはありません。皆さんが騙されたと、犯人は確信してから皆さんの前に現れます。で最後4つ目、ありえない話をしてきます。このありえない話を聞いてしまうと、皆さんは騙されてしまいます。よく、犯人から電話でこの人何言ってんだろうっていう感じの、ありもしない話、自分とはよく、関係のない話を、してくることがありますので、そういう話には、注意をしてください。そういう話を聞いた時に自分の少ない経験をもとにですね、これは大丈夫だとか、私は、これは本当の話なんだとか思い込んでしまうと騙されますというところになります。そしてこれを踏まえて、本日体験してもらうこと4つあります。1つ目は、詐欺犯のイメージクイズです。で2つ目は声当てクイズ。それで3つ目、実際の、詐欺の、通話録音音声を皆さんには、携帯耳元でお聞きいただきます。で最後4つ目、今流行りのサポート詐欺体験になります。携帯や PC がウイルスにかかったとですね、今流行りのサポート詐欺体験を、お手元のスマートフォンでしていただきます。そしてですね、この後ですね、表示する、電話番号に皆さんの携帯電話から電話をかけていただきます。その際にですね、サポート詐欺体験に必要な、電話番号、SMS を送信するための皆さんの電話番号を収集させていただきますが、本体結果終了後に、しっかり削除させていただきますのでご安心ください。はい、というところですね、本体結果の概要になります。で実際にこう詐欺の電話を受けた時、詐欺かどうかを見破るには、実はこう詐欺にあったやっぱ経験ですね、経験が大事になります。というわけでですね、詐欺に騙されないようにするためのポイント、ここが一番大事なので皆さんよく覚えてください。
本日の体験会の、経験を引き出すというところです。先の電話かかってきても、アリオで、やった体験会で、ああやったことだなっていう感じで、もうなんかおかしいなっていうふうに、気づいていただけるかどうか、こちらが運命の分かれ道になりますので、本日そういった感性を養って、帰っていただきたいと思います。そしてさらにですね、今日の体験講師で覚えてほしいことは3つあります。1つ目、どんな手口で犯人は皆さんのことを騙してくるのか。それで2つ目、どうしたら、騙されないようにするにはどうしたらよいのか。それで3つ目、もし詐欺かなって思ったら、詐欺かなって思う怪しい電話を受け取ったらどのように対応すればいいのか。この3つ、しっかり覚えてください。最後皆さん、お聞きするかもしれないのでよく覚えてください。では早速ですね、体験の1つ目に入ります。詐欺犯のイメージクイズになります。こちらは、携帯を使用しないので、ご参加の皆さん、ちょっと挙手いただく、体験になります。これからですね、2人の人物のイラストを見ていただきます。で、 A と B の人物を見て、こうどちらがですね、こう皆さんの前に現れる詐欺犯だと思うか、イラストを見てですね、あまり深く考えずにパッと手を挙げてみてください。 A と B どちらの人物が詐欺犯だと思いますかということです。では表示します。はい、じゃあ A が犯人だと思う方手を挙げてみてください。はい、じゃあ B が犯人だと思う方手を挙げてください。あ、B が多いですね。どっちも詐欺犯じゃないと思う方手を挙げてください。あ、1名いらっしゃいますね。ありがとうございます。まあ、やっぱりちょっと B が大多数かなと思いますね。まあ、やっぱこういう、なんていうかね、態度が悪そうとかチャラそうっていう人が、まあ、犯人だなと、まあ、思い込むところがあるかなと思います。あ、でも実はですね、これ A だと思った方、B だと思った方、両方ともですね、思い込みになります。実際に騙された皆さんからですね、現金やキャッシュカードを直接受け取る役目をする方は、このように、真面目そうな、まあ、一般の方であったりします。まあ、なので先ほどの A のような人物だって B のような人物のように、やっぱ人相が悪いとかいう感じで、こう犯人だというふうに決めつけて思い込んではいけないということを皆さんに理解していただきたいと思います。でですね、最近結構ニュースで多く報道を見られているかと思うんですけども、大元となるこう犯人グループのこう指示役ですね、そちらはこう組織化、プロ集団化、まあ、している一方で、こう逮捕されるリスクの高いですね、皆さんの前に現れてこう現金やキャッシュカードを受け取りに来る、まあ、いわゆる受け子って言われているんですね、は、まあ、こう簡単に儲かるバイトがあるとかですね、ちょ甘い言葉で誘われた、まあ、いわゆる闇バイトですね、で集められた一般の人であったりします。まあ、なので、物腰柔らかく言い寄ってきても絶対に信じないようにしてください。続いて2つ目の体験に移ります。これから体験いただくのは、今まで、皆さんお聞きいただいた私、山口の声がどれかを当てていただく声当てクイズであります。ここからですね、携帯電話を使用しますので、携帯電話を使用される方は、今一度ご準備ください。これから表示する番号にですね、お手持ちのスマートフォン、携帯電話で、電話をかけていただきます。でですね、電話でですね、3人の男性の声を聞いていただきます。3人の男性全員ですね、あ、母さんっていうセリフを言っています。皆さんですね、この3人の声のうち何番目の男性の声が私山口の声であるかを当てていただきたいと思います。3人の声を聞いたら流れてくる音声ガイダンスに従って、最後私山口の声が1番目の声だと思った方は1と、2番目の声だと思った方は2と、3番目の声だと思った方は3と、電話を右から離さず声で喋って回答してください。いいですか、声で喋って回答になります。電話番号間違えないようにゆっくりでいいです。なかなかの場合はかけ直してください。番号こちらになります。ダイヤルで、数字入力して電話をかけてみてください。フリーダイヤルなので電話代はかかりません。ではよろしくお願いいたします。
はい、どうでしょうか。大体皆さん聞き終わったでしょうか。皆さん分かりましたかね、私の声がどれかというのは。はい、じゃあですね、答え合わせをしていきたいと思います。ちょっとですね、もう一回聞いていただきたいと思います。一番の温泉です。あ、母さん。二番の温泉です。あ、母さん。三番の温泉です。母さん。はい、どうでしたでしょうか。正解はですね、2番目が、私、山口の声になります。あたたかた、はい、結構、ありがとうございます。実はですね、1番目と3番目の声は、私の会社の同期に協力して吹き込んでいただきました。まあ、実はですね、まあ、この音声ですね、こう電話を通じて喋っている、こう電話品質の音声になります。なので、こう電話を通じて喋っている声と、こうやってですね、こう対面で会話している声が違うということを皆さんにご理解いただくのも、この体験のポイントになっております。まあ、実際にですね、こう誰からの電話かっていうのを声だけで判断するのは結構難しいと思います。私も自分の母親の声、姿見なかったらちょっと分からないかも、分からないですね。なので、もしですね、私、山口が皆さんの本当の息子だったとして、他の男性が、あ、母さんとか、あ、父さんって言ってきても、ちょっと判別が難しいのではないでしょうか。もしですね、お姿が見えない人から、親族や知事を名乗る電話があったら、一度電話を切ってですね、本当の息子さん、娘さんに、ご本人ですね、しっかり確認を取るようにしてください。そこで勝手に、本当の息子さん、娘さんだと、決めつけて対応を進めてしまって、お金を取られてしまうと、何やってんのお母さん、何やってんのお父さん、もうっていうふうに怒られて、家族の絆に亀裂が入りますので、ご注意ください。では3つ目の体験に移りたいと思います。はい、少々お待ちください。ではですね、3つ目の体験ですね。ここでもですね、皆さんに、もう再度携帯電話を使っていただきます。ここでは実際の詐欺の電話を録音したものを聞いていただく体験になります。今度はですね、電話をかけたら聞こえてくる音声ガイダンスに従って、今度ははい、またはいいえのいずれかを喋って回答してください。はい、またはいいえを喋って回答してください。かけていただく電話番号、こちらになります。先ほどと同じなので、発信履歴から、かけ直していただいても構いません。わからない方、お近くの、スタッフ2名が対応しますので、かけください。それではお願いいたします。
はい、皆さん、ポツポツと電話を下ろされたので、お聞きになられたと思います。ではですね、再度聞いてみましょう。一つ目は、女性警官からの電話です。詐欺犯は男性だけとは限りません。もしもし、お疲れ様です。私、東山市警察、警察安全課の中村と申します。今日、実はご主人さんにご連絡しているのがですね、一度前になるんですけれども、はい、東山市警察、東山市の近くである大規模なお料理詐欺とか、特殊詐欺を行っていた詐欺グループ中学生の、大規模の山口県の中村と申します。観光グループの手前事務所を私と参加しています。はい、これもですね、オレオレ詐欺とも同じような対応なんですけれども、警察官を名乗った電話がかかってきたらすぐには対応せずですね、一度電話を切って正しい電話番号に、かけ直して確認を取ってください。4つ目はですね、区役所職員を装って、物腰柔らかくご親切な受け答えで還付金があると話しています。もしもし、はい、すいません、私ですね、区役所健康健康の服部と申します。ああ、はいはいはい、いつもお世話になっております。今回ですね、確認のご連絡以前ありまして、今年の、はい、1月の20日に発送されました、はい、累積医療費のご案内と書かれた封筒が届いているかと思うんです。はい、この後ですね、こう期限が過ぎていると言って、こう皆さんに切迫感だったり焦りを与えて、余裕を持った正しい判断をさせないようにしています。それで3つ目はですね、これは典型的なですね、オレオレ詐欺、携帯電話を落としたので困っていると言って、息子や孫を装って助けてあげたいとおばあさんに思い込ませてきています。もしもし、もしもし、はい、今電話大丈夫？はい、あのさ、ちょっと聞きたいことって電話したんだけどさ、うん、今日そっちに落とし物のことで電話とか入ってないかな？落とし物？落とし物入ってないね、ない、ない。今の部分ですね、ちょっと音声が切れていたとは思うんですけれども、実はですね、ここですね、おばあさんが息子さんの名前をボロッと言ってしまう部分になっています。なので音声が切れています。このようにですね、騙されてしまうと簡単にですね、詐欺犯に個人情報を伝えてしまうことがあるので注意ください。それでね、この3つ共通しているのはどれもですね、ありえない話で、パニック状態を作っているということになります。ありもしない話を皆さんに伝えて、焦らせてくる、パニック状態に陥れてくる、こちらが、共通項になります。なので、このありえない話をしてくる、ありもしない話をしてくるというのがポイントなので、よく覚えておいてください。それでは4つ目の体験に移りたいと思います。今からですね、サポート詐欺と言われている詐欺を体験していただきます。サポート詐欺が体験できるサイトを SMS で送信します。今から送信します。はい、今ですね、皆さんの携帯電話に短い文章ショートメールサービスをお送りいたしました。順に届いているかと思います。SMS 送られている、来ていることを、少し確認してみてください。届いてない方いらっしゃったら、スタッフがサポートいたします。届いてない方いらっしゃってもですね、前のスクリーンで、同じ内容を、ご説明いたしますので、前のスクリーンを見ていただいても大丈夫です。届いてますかね。はい、では実際に、一緒に操作をしていきましょう。東京体験もしくは 050-5526-1812 という送信元から、SMS が届いていると思います。こちらの東京体験、また 050-5526-1812 届いている SMS をタップして開いてください。体験用のメッセージですので、安心して開いていただいて大丈夫です。こんな内容が来ています。あなたがお使いのインターネット回線の特別割引キャンペーンを実施します。この機会にぜひお申し込みください。キャンペーン申し込みの続きはこちらからと記載があってですね、
特別割引とかですね、期間限定とか、まあ、キャンペーンの申し込みとかですね、まあ、ちょっとお得なのかなと思って、まあ、開いてしまうかなというふうに思います。でここで思わずこの貼られている URL ですね、こちら実際に皆さんタップしてサイトに飛んでみてください。こちらの、遷移するサイトも体験用のサイトで安全なのでご安心ください。私の方も実際に開いてみます。こんなような画面ですね、出ます。こちらではインターネットの料金を東京都が補助してくれるんだということで、お申し込みはこちらを押してしまいます。押してしまうとですね、このようなアラート音が鳴りですね、あなたのお使いの端末ですね、ウイルスに感染していますというような、脅すような内容が出てきます。そしてですね、そこで慌ててこちらの連絡するんですね。ここの表示されているこの緑の連絡するを押してしまう。そうすると詐欺犯行きのサポートセンターに電話がつながって皆さんは騙されてしまいましたということになります。あ、実際にこれ押しても、本当に電話は今回はつながりませんのでご了承ください。ではですね、先ほどの黒と赤の表示の、ここですね、ここの赤い閉じるボタンを押していただいて、元のページの一番下の赤い閉じるボタンを押していただくと、こちらの、ウェブブラウザのページ真っ白い画面に遷移しますので、こちらで、大丈夫です、安心ください。これ閉じるボタンを押さなくても自動的に白い画面に遷移しますのでご安心ください。では最後ですね、ちょっとスクリーンの方を見ていただきます。その後の展開ですね、サポートセンターに皆さんが電話をかけてしまいました。その後このような展開になります。もしもし、あ、なんかちょっとパソコンに行ったらちょっと変な画面出ちゃって、電話番号だったんで電話したんですけども、ここでよろしいですかね。なんか青い画面でなんかエラーコードなんちゃって出て、なんか ウイルスなんですかねこれ。でこの後ですね、こうウイルスを削除したければ3万円から5万円分のこうアップルだったり Google Play のギフトカードをコンビニで買ってきてください。そしてそのカードの裏面だったりに記載されている認証コードを教えてくださいと犯人から指示を受けます。でそしてギフトカードを買ってコードを教えると、そのコードが認証されなかったからもう一回コンビニで、ギフトカードを買ってきてくださいというふうに犯人に指示されます。でこれでですね、こう皆さんがこれは詐欺だというふうに気づくまで永遠にカードを買いに行かされ続けます。またはですね、法外な金額のウイルス保護の年間プランなどを提示される場合もあります。このようにですね、こう嘘の情報を与えて、まあ、これもありもしない話でね、ありもしない問題を皆さんに、こう突きつけて解決するためにこうサポートしたからお金を払いなさいというのがサポート詐欺になります。でこんな画面が出てきた時ですね、ウイルスに感染していることはまずありません。まあ、なので、さっきのようなアラート音だったりですね、脅しの文章を書いてあっても落ち着いてですね、お使いのスマートフォン、携帯電話、PC の端末を再起動してください。これだけで問題は解決します。まあ、またですね、先ほどの使っていただいた Google だったり Safari だったり等のウェブブラウザ、こちらのページを閉じていただくことでも問題は解決します。まあ、またですね、不安がある場合はご家族の方だったり警察の方に相談してください。決してここもですね、自分勝手な判断、対応で物事を進めないようにお願いいたします。自分は大丈夫と過信している人ほど騙されます。なので自分は決して大丈夫とは思わないでください。特殊詐欺なんてニュースだけの話だ、自分には関係ないことだなんて絶対に思わないでください。ではですね、こう詐欺の電話を見分ける方法、まあ、詐欺の被害に遭うのを未然に防ぐ方法はないのかというところですね。詐欺の電話未然に防ぐ方法、まあ、知らない電話には出ない、これが重要です。これができれば詐欺の電話に出ないで済みます。それで、ね、詐欺と疑わしき電話を見分ける方法ですね、
かかってきた番号が、まあ、非通知だったりとかですね、まあ、あとはプラス何々の番号ですね。我が国日本国はプラス81で登録されていますが、このプラス何々は国際電話の番号になりますので詐欺の疑いがあります。であとですね、電話帳、あとは電話機に登録してない番号だったりなど。で、知らない電話に出ないための方法、まあ、誰からかかってきた電話か、まあ、分かるようにするになりますが、まあ、スマートフォンだったり、まあ、携帯電話だったら電話帳のアプリだったりがあると思うので簡単に登録、誰からかかってきた電話か分かると思うんですが、じゃあ実際に家の固定電話だったらどうするのかっていうのを皆さんにお伝えしたいと思います。家の固定電話ですね、誰からかかってきたか分かるようにするための簡単な2つの方法ですね。1つ目、声を聞いてからかけ直すね。これ皆さんもやられてるかと思いますが、まあ、留守番電話設定ですね。まあ、詐欺犯は携帯やスマホ落としたから他の電話番号からかけている、今日はちょっと喉の調子が悪いっていつもと声が違うなっていうふうに、言ってきます。で、ですね、かかってきた電話番号を表示するんです。これですね、ナンバーディスプレイサービス、昨年の5月から NTT の電話番号を表示するサービス、ナンバーディスプレイサービスが条件付きでご紹介となりました。はい、皆様の手元に NTT の行動発表の資料があるかなと思うので、記載されている条件に合う方は、手続きをしてみてください。そしてね、これまでの対策を教えても、詐欺かなって思う電話を取ってしまった場合、一番最後のポイントになります。これを、皆さんしっかり覚えて詐欺かなと思う電話を受け取ったら迷わずに110番に通報をお願いいたします。この手の詐欺はですね、皆さんの地域に、一定の地域に集中してかかってくることがあります。皆さんがもし電話を取ったら、その前にですね、その1個隣のお宅に電話がかかってきていて、その次ですね、またその隣のお宅に詐欺犯から電話が集中してかかってきています。なので自分の身だけではなくてね、地域の安全を守るためにも、迷わずに110番に通報してください。詐欺はですね、犯罪事件のカテゴリーになります。皆さんの目の前で、まあ、強盗だったりですね、まあ、殺人が起こったら皆さん迷わず通報すると思いますが、それと同様のことなので迷わずに110番お願いいたします。今日の振り返りです。まず騙す手口は何だったでしょうか。最初にお伝えした3つのポイントですね。それ騙されない方法はどうだったでしょうか。そして一番最後に覚えてほしかったこと、詐欺かなって思ったらどうしたらよかったでしょうか。じゃあ1つ目ですね、騙す手口、何々で恐怖心を煽るんですが、これ理解されてる方いますか。ちょっと手を挙げてみてください。当てないので手を挙げてみてください。あ、はい、あ、ありがとうございます。ちょっと当てないと言っときながら当てられると思って手を挙げないですかね、皆さん。はい、これですね、ありえない話ですね、強調してお伝えしましたが、ありえない話で恐怖心を煽ってきます。そして2つ目、騙されない方法はほにゃららか分かるようにするんですが、これ分かる方いらっしゃいますか。あ、ありがとうございます。これですね、誰からの電話か分かるようにするでしたね。留守番電話、ナンバーディスプレイサービスでした。最後ですね、これ詐欺かなって思った電話を受け取ってしまった場合の対応、これさすがに分かる方、皆さん全員分かりますね。これはさすがに分かりますよね。最後かなり強調していったん で迷わず110番になります。いいですか。もう一回やってね。特殊詐欺は犯罪事件のカテゴリーです。なので110番通報をお願いします。これ大事なので、皆さんで一斉に言っていただきたいと思います。私がせーのって言ったら皆さん迷わず110番と言ってください。いいですか。いきます、せーの。はい、ありがとうございます。これで必ず110番できると思います。最後になりますが、これ本日ですね、特殊詐欺を体験していただきました、もしですね、電話でありえない話を聞いたらこの体験会の経験を引き出してください。ありようでやったなっていうふうに思えるかどうか、ここが大事になります。はい、体験会はここまでで以上となります。で、最後ですね、 NTT のナンバーディスプレイのご紹介についてです、
やっぱりですね、犯人からの電話に出ないでっていうふうにですね、自治体警察から注意喚起を今までしていましたが、まあ、それでも、詐欺の電話に出られる方、そういった方のほとんどがやっぱり NTT のナンバーディスプレイに入ってない方がほとんどでした。電話番号を表示すること、画期的な、対策になりますので、ぜひ、加入を検討してみてください。70歳以上もしくは70歳以上の方と同居の方が対象となりますので、ぜひご検討ください。詳しい条件、連絡先、氏名に記載されていますので、ご確認いただきますようお願いいたします。で、最後に最後ですが、皆様のお手元にございますアンケート、本体見解のアンケートですね、こちらの、ご記入の、ご協力をお願いしたく思います。していただきました。これからアンケートをお配りしますので、ご記入のほどよろしくお願いします。アンケートはですね、お帰りの際にですね、スタッフが回収します。よろしくお願いいたします。では本日以上になります。ありがとうございました。臨場感があって本当に勉強になる体験会でした。長野さん、ご感想をお願いいたします。はい、これ多分分かってても騙されますね。声とか、それを何て言うんでしたっけ、自分からこの、誰々って言ってしまって聞いてしまうとか、それとあと区役所から帰ってきたやつから、女性から、あの年タイプのなんか年齢の方がまさかこういうのに関わってるってイメージがないから、ちょっとああいうなんかね、年配の女性からかかってきた時はなんか普通になんか騙されちゃうなって、だからなんか若い人も、一番その典型的な、子供の呼びをするとかっていうね、なんかそういうイメージだったんで、やっぱそのイメージはやっぱあまり持ちすぎちゃいけないっていうのが勉強になりました。はい、ありがとうございました。